違いと笑われた夢ダメせこテレビアニメオリエント最強は誰だ激闘戦わーいというわけで皆様こんにちはテレビアニメオリエント武蔵役の内田雄馬ですそして皆様こんにちは上杉達臣の声担当しています前野智明ですそして皆様こんにちは武田直虎役日野さとしですお願いしますはいよろしくお願いしますというわけでこちらの映像は武蔵が掲げた夢最強の武士団結成にかけてさまざまな勝負の中で誰が最強なのかを決定していく企画でございます、はい、というわけで前回はですね最強のマナー力対決というところですね、うん、もうバッチリ内田、まあ、内田も内田だったんですけどただ我々はただ美味しくいただいただけですいや途中ゴリラいましたからいやあれはってねゴリラ界ゴリラ界ではそうそうそうあれが正しいゴリラ界イニシエの人間はああいう風にやっぱりね人間の先祖的な ねやっぱ動物たちはああいう風に召し上がっていたんじゃないかっていう説がありますから我々3人にマナー力対決するの今後やめていただいてよろしくお願いしますね、はい、さあというわけで、今回はですね第2クール淡路島激闘編でさまざまな武士団が登場するため3つの武士団に分かれての勝負となります、はい、そして今回の対決で前野さんと日野さんはラストとなりますさよならいやいやいや惜しんで惜しんで美味しかったです惜しんでご満足満腹で満足しないで次の人頑張ってくださいそうですよ早速ですね第2回戦に行きたいと思いますうい前回と全然違う武士たるもの教養を持って威厳を出すべし最強の格言力対決さあというわけでですね武士たるもの自然と格言が浮かばなければ威厳がございませんということでさまざまな著名人の格言名言を、虫食いにしてご用意しました空欄の部分に何が入るか当てていただきより多く正解した方の勝利となります格言ですか格言ってどういう格言ですかどんなんがあるんですかねどんな格言ですか全く想像つかない我が輩は猫であるみたいなそれ格言なんですかそういうやつですかね作品名ね、まあ、ちょっと気になりますけどもね、はいはいはい、やってまいりましょうかそうですね、まあ、どんな感じなのかね、はい、それでは早速ですね、はいこちらの問題やってまいりましょうお願いします大恋愛も〇〇〇ことが大切です何これココシャネルココシャネル、シャネル大恋愛も、はい、大恋愛も丸々丸ことが4文字入るってこと4文字なんですかねここが何が入るかをじゃあ皆さんそれではお考えください大恋愛も何丸々丸ことが大切ですさあじゃあそれではですね皆さんフリップをお出しくださいどうぞドダーンさあというわけでじゃあ私、はい、大恋愛もいい感じな雰囲気にすることが大切です4文字じゃない4文字だいぶマナー違反ですねマナー違反です僕にはステマイルさんは私はもう この通り信頼することが大切ですああめちゃめちゃいいですね素晴らしい、超大事そして日野さんは冒険だチャレンジですねめちゃめちゃいいですねこれも大事ですねさあこれの答えをどうぞお願いします耐え忍ぶ耐え忍ぶえぇ、いやなるほどこういうことでございますこういうのは例題みたいなもんですねどんどんありますからね、はい、参りますよ次のお願いしましょう恋はさあ引き続きテーマ恋愛恋は〇〇ですもし右を見たり左を見たりしていたら敗北ですロマンロランああなるほど、ね、それはもうそしたらこれちょっと俺知らないけど分かった気がする本当ですかそれでは皆さん書けましたでしょうかではフリップをどうぞベベンどうでしょう、私は直進僕は直進でございますそして前正面です正面はい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 いいですねそして日野さんは勝負いや敗北にかけて敗北にかけてさあそれでは正解をどうぞ決定いや惜しいちょっと惜しい確かに確かにめっちゃ惜しいめちゃめちゃいいところちょっと待ってどの辺が決闘なんですか、ね、決闘
って何？ロマンさんはすごい。すごいですね。すごい。ロマンさん、あれ命をかけた。夜のロマン。夜のロマン。夜のロマン。確かに決闘ですけどね。決闘。初めて聞きました。俺も初めて聞いたわ。すごいですね。じゃあどんどん行きましょうか。続いてのテーマこちら。我々は恋愛から救うもの、我々を恋愛から救うものは理性よりむしろ丸々である。芥川龍之介。私も書きました、はい、お二人とも書きましたでしょうか、はい、それでは出します。答えをどうぞ。ダダン。はい、私2文字じゃねちょっと何回日本語に書けないよ理性よりもむしろパッションである。作ってくれますね、パッション、はい、さあどうですか前野さんは。本能で。ああ、いいですね。これはいいですね。すごい。どうでしょう。そして日野さんはお金であるすげえ。いや大事だね。大事。日野さんが一番真理ですよ、ね、それ真理です、これもめちゃめちゃ真理。経済力って言えば真理です。めちゃくちゃ大事ですから ねさあ、というわけでこの答えお願いします。どれ。いやー、全然わかるかい、そんなの。わかるかい。全然違うじゃん。理性ってきたらもう本能だろ。そう、逆だから一緒ですよ、ね、僕と前野さんはほぼ一緒です、ね、もうあれさっきのねさっきの、ね、さっきのあれですよね、勝負と、決闘、勝負とのぐらいだったらね、大国があると思いますね。全然違う。お金がある意味でも一番真理を得てる気がね。多忙によって。お金あっぱれじゃないですかね。お金あっぱれ。あっぱれです。じゃあ日野さんにスーパーオリエント人形を、ね、差し上げましょう。続いてはこちら、ドドン。また恋愛だった。また恋愛だった。男は女の丸一の恋人になりたが。あ、これ有名な人じゃない。女は男の2の恋人になりたい。これ何？2個あるってこと？これ超有名な。2個ありますね。これ知ってる。あ、オスカー・ワイルドさん。これ知ってます？知ってるけど、知ってるから書くの、正解書くとちょっと面白くない？男は女の男は女の丸1。なんだ？あれ、これが答えとかじゃないですか？これは何？これって、あの俗にパッと聞くと結構あれですか？ひどい言葉ではないですか？でもね、真理を得てます。あーってなると思う。男は女なの、何丸一、なんだ、男は女の、あー、分かった、こういうことじゃない。出ました。こういうことじゃない、うん、出ました、はい、それじゃあ3人会う可能性があるぞ、うん、答えを出します。どうぞ。ドドン。内田、男は女の最強の恋人になりたいのでは女は男の最高の恋人になりたいのではこれなんだよ。やっぱ最強で最高でありてえよな。あー、それヒロさんのやつ。そうだな、多分。さあ、そして僕はもう現在の恋人になれたから、将来の恋人になれたから、はい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 、はい、そう、ね、先を見据える的なやつです。ヒロさんが、男は女の最初の恋人になりたがるが、女は男の最後の恋人になりたがると、それやいうところでございます。さあ、これ答えはどうでしょう。いや、それや、やっぱそれ、正解。これはね、知ってたんですよ。素晴らしい、あっぱれ、あっぱれです。あっぱれ、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 ありますよね、その通りですよね。あ、続いてがですね、人生というテーマで答えがございます、はい、こちら。大人になるということは、〇〇〇を受け入れる能力を持つということ、フロイトというところでございます。〇〇〇を受け入れる、それですかね、はい、早速じゃあ見てまいりましょう。それでは答えをどうぞ。ダダン。はい、私、大人になるということはお酒を受け入れるのにかもしれないと。まあ、20歳になったら飲みますからね。20歳大事です、はい、そして前野さんは理不尽を受け入れるのに。あ、めちゃめちゃじゃないですかね。なんかすごい、いいですね、めちゃめちゃ革新っぽいですね、いいですね。そして皆さんは大人になるということはゴリラを受け入れる能力を持つということ。なんか人間のやっぱその先祖的なものを思い出してゴリラを受け入れることが大事。もともと人間はああいう二足歩行ではなく、そう、ああいう動物的な動物だったんだ。ああ見てゴリラって優しいからね。そう頭もいいですからね。ゴリラを召喚する能力とか持ってます。降霊する能力を持ってますね、ゴリラを。ゴリラの人さんは。さあ、というわけでちょうど3文字だと思ってね。3文字でしたからね。答えを見てまいりましょう。お願いします。あいまいさか。あいまいさか。うわー、あいまいさか。なんかでもすげーすげー、なんかいいですね、この言葉、ね、めっちゃいい言葉ですね。さあ、じゃあ続いてはこちらですよ、どうぞ。大人とは裏切られた〇〇〇〇である。さっきも太宰さんいなかったっけ。あ、芥川さんですね。大人とは裏切られた
え、ヒント出ましたよ。丸々の姿。いやもう書いちゃって。いやあ、お、それでは皆さんお答えをお願いします。せーの、ドン。私、大人とは裏切られたエンジェル。4文字じゃない。さあ、というわけで前野さんは負け犬で。負け犬で。おお。いいです。そこから絶望、絶望しました。絶望から、はい、絶望からのですね。そして日野さんは昭和。あ、深い。ちょっと深くないこれ。めちゃめちゃ深い。深い。深い。いいですね。あっぱれ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 。スーパーオリエント人形。やった。なんだ、正解はいかがでしょうか。あ、近い。あ、近い。青年の姿。へえ。確かにそんなこと聞いたことあるな。じゃあ続いてのこちら、問題はこちら。真の男は誰に対しても〇〇〇を持たない。え、3文字だ。〇〇は3文字ですよ。〇〇これはやっぱヒント感情か。感情。いや、ヒントがハテナ入ってるやん。まあ、でも真の男っていうことぐらいやっぱ器が大きいってことなんでしょうね。はいはいはい。そういう人はこれを持たないんじゃないか。それではお答えをお願いいたします。どうぞ。ででん。真の男は内田怒り。あ、怒りを持たない。怒りを持たない。かないです。はい。あ、そして前野さんは敵対心を持たない。ああ、いいですね。めちゃあっぱれです。あっぱれ、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 あっぱれ。そして、日野さんはいやいや、お金誰真の男は裸一貫で誰とも酔い越しの銭も持たない。ずっとお金、酔い越しの金持たない。さあ、ナポレオンさんが言ったのはどんな言葉なんでしょう。お願いします。憎しみか。憎しみを持たない。すごい近くない。いや、近い。めっちゃ近い。合わせ技一本。これでも確かにやっぱりこれはあっぱれですよ。あっぱれですよ、これは。さあ、じゃあ人生最後の問題、こちら。人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば〇〇〇〇だ。全然わかっちゃう。チャールズ・チャップリン。チャップリンの言葉なんや。いや、これでも、あ悲劇だが。わかる。これ分かっちゃった。日野さんもこれ知ってる。有名だこれ。でもなんかこう対比っぽく見えますけど、でも4文字なんですよね。クローズアップで見たら、まあ、悲しい物語だが、ロングで見れば、ロングで見れば、あとね、チャップリンってところがキーかも。ヒントチャップリン。うん、皆さんお二人ともおかけできましたでしょうか。はい、それでは答えをどうぞ。ででん。内田豆粒。笑い話。笑い話。そして日野さんは。あ、そうだ、これコメディーだ。これ。それが出てこなかった。日野さんのはいいですね。さあ、というわけで答えをお願いします。そう、コメディーだ。それが出てこなかった。コメディーだ、そうだ。これは知ってたんです。そうだ、愉快なことなんて言うんだっけと思ったら、そう、悲劇の対比ですからね。そう、出るこんかった。え、宇宙対比。続いて仕事。あ、仕事。これはもう、仕事で、これはもう当てに言いましょう。サクサクと。さあ、というわけで、じゃあ続いてのテーマ、こちら、仕事。ドン。日本を今一度〇〇〇〇いたし申し候。坂本龍馬。坂本龍馬の有名なやつ。え、4文字。4文字。あ、なるほど。あ、じゃあ、わかりました。え、ひらがな。あ、私も書きました。ではお答えを皆様どうぞ。ババーン。日本を今一度元気にいたし候。いや、革命いたし候。革命いたし候。そして日野さん、選択いたし候。さあ、ここに答えはあるのか。どうぞ。選択いたし候。さすが。これは知ってたんですよ。いやすごい。やばい、知識が全然抜け落ちて。記憶が。さあ、というわけでどんどん参りましょう。はい、テーマ仕事、こちら。仕事をするときは〇〇〇でやれ。そうすれば仕事もはかどるし体も疲れない。わあ。お、できましたでしょうか。はい、では皆さんお答えをどうぞ。ダダン。仕事をするときはお家でやれ。そういうことですよね。地部屋でやれと。地部屋でやれと。そして日野さんは超速攻でやれ。超速攻でやれ。あっぱれ、あっぱれ、あっぱれ、あっぱれ。確かに疲れない。超速攻で、超速攻でやれ。疲れを感じないほどの高速でやれ。さあ、答えはどうぞ。
上機嫌でやれ。うわー、最高ですね。最高です、ワグナーさん、はい、さあ、仕事に関する問題まだまだございます、はい、お願いします。〇〇がないから何もできないという人は〇〇があっても何もできない。これはもう、それじゃないですか。え、うん、これ同じ言葉が入る、はい、え、あれ、これさっきから俺がずっと言ってるやつ。なんかそんな感じでしたじゃん。いやー、それでは皆さん、はい、いいでしょう。お答えをどうぞ。ダダン、勇気、お金、お金。さあ、答えはいかがでしょうか。お金、真理ですよね、これね。確かにこれは大事なことです。勇気も確かに、ちょっと近いのがある。確かにね。そう、やっぱりやるんで、お、ラストですよ。なんかラストは当たったらなんかあんの。さあ、さあ、この問題だけでは、はい、さあ、じゃあ続いてはテーマ最後、ドドン。未来を語る前に今の〇〇を知らなければならない。人は〇〇からしかスタートできないのだから。ピーター・ドラッカー。これも同じ感じが入ります。未来を語る前に今の〇〇を知らなければ何か〇〇からしかスタートできないのだから。人間のスタートってどこからなの。何々か、それを言ったらもう都市伝説みたいな話。そう、ね、いや、あれ、ゴリラとか、ゴリラとかね、ゴリラ、いやゴリラの話出てきちゃう。お答えを皆様どうぞお願いします。ダダーン。私はゼロ。ゼロ、今のゼロ。なるほど。私は現状。現状、はい。そして日野さんは預金。預金、まあ、起業するのも確かにね、お金が絶対必要ですからね。さあ、どうでしょうか。というわけで、でもこれ僕も愛野さんには、ああ、これはでもすごく素敵です。そうね、素敵。これはいいですね。でさあ、というわけで、答えをどうぞ。現実か。あ、惜しい、惜しい、ほぼじゃない、近い。合わせ方一本で、じゃあ技ありください。いや、技あり点。いや、現実、確かに、確かに、ゲームは当てた。そっか、現金にすればよかった。いや、現実というわけで終了です。はい、ということで全問終了いたしましたので、結果発表お願いいたします。でねん、お、内田0ポイント、前野さん 1.5 ポイント、そして4アッパレ、そして日野さんは 4.5 ポイントに4アッパレで、日野さんの勝利。ということで、何でしょう、日野さんの回答にはお金がたくさん出てきたような気がするけど、でもお金が一番勝ったという。そうね、やっぱりお金は強いんですよ。心理をついてる答えたくさんありましたね。いや、まさしくあっぱれでございます。さあ、そしてですね、ここから告知コーナーでございます、はい、テレビアニメオリエント第2クール淡路島激闘編がテレビ東京、BS テレ東、ATX にて絶賛放送中です。さらに Hulu、DTV、アニメタイムズで最速先行配信、他サービスでも第1クールと第2クールが配信中です。またブルーレイシリーズが9月30日より順次発売です、こちらの動画企画、最強は誰だ激闘戦のスペシャル版も収録予定です。こちらもぜひゲットしてください。そして花村想太リルファングが歌うオープニングテーマ、ブレイキッドダウンが好評配信中。さらに梶原学徒が歌うエンディングテーマ、色違いの糸束は7月20日リリースとなっています。こちらもご注目ください。はい、というわけで、今回ですね、前野さん、石田さんは対決終了ということですけど、はいはい、いかがでしたか。でした、ちょっと、惜しんで、惜しんで、この対決を惜しんで、ね、いやでもね、この結果をもってですね、来週以降ね、はい、各武士さん頑張りますから、はい、応援をどうぞよろしくお願いいたします、はい、頑張ってください。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、次回はですね、上杉武士団から中島義樹さん、うん、特別ゲスト枠から天子武士団の梶原学徒さんが参加してくれます、うん、楽しみですね、それでは、では次回もお楽しみに。バイバーイ。